皆様、振り木橋駅周辺の皆様、おはようございます。通勤通学途中の皆様、おはようございます。広島3区から政権交代、佐藤修一、本日もこの古市橋駅前におきまして、少々の間、ご挨拶をさせていただきます。ご協力お願い申し上げます。今週も無理のない程度に、お仕事、お勉強、頑張っていただければと思います。佐藤修一、広島3区から政権交代、佐藤修一でございます。皆さん、いよいよ新型コロナウイルス、東京で昨日は1000人、感染者数が突破するということで、この感染者数というのもあくまでおはようございます、行政が、確認した、数ということであります。もっと実際には専門家の皆さんも、これは氷山の一角であるということをおっしゃっております。おはようございます。若い人を中心に非常に感染が、おはようございます、爆発しかかっているそういう、状況であります。皆さんもニュースでご存知の通り、安倍総理、いわゆる、緊急事態宣言、これを固めた、そういうふうに伝えられております。しかし、緊急事態宣言と申しましても、じゃあしっかり皆さんに保証してくれるか、それによって自粛、外出自粛、特に仕事の方に差し障りが出た場合にしっかり保証してくれるかといえば、そうではありません。そうではありません。未だに、安倍政権、国民全体に対してしっかり保障するということは、基本的には拒んでいる。住民税非課税で、しかも年収が、収入が半分以下になった人対象という話になっております。これでは、感染拡大予防には、つながりません。これでは、感染拡大予防には、つながらないと言わざるを得ない。おはようございます。私、佐藤修一、考えますには、やはり今回の事態は感染拡大予防という、いわゆる公共の福祉、これに協力していただくために、じゃあその協力、感染予防の協力として、国民全員に保証させていただく、そしてまた、おはようございます。特に困っている人に対しては、また個別に政策で、対応していくと、これが望ましいというふうに、考えております。大金持ちの皆さん方には、そんな保証金はいらないと言われる方もいらっしゃるでしょうが、そういった方々には後で増税でご協力いただく、こういうことでいいんじゃないかというふうに思い次第であります。野党の政治家だけじゃなくて、大富豪の ZOZO の社長さんもそういったことを、あと、大富豪は には増税をしてほしいということもおっしゃっている状況があります。まずは一律、配った上で、大富豪の方には後で増税で、返していただくと、これが今の緊急時の対応としてはいいんじゃないかというふうに思う次第であります。感染拡大予防のための協力、ご協力いただくという形で、しっかりまず一定額は全国民に保証するでいいんじゃないですか。収入が減らない人、例えば、医療現場、大変であります。本当に感染にヒヤヒヤしながら、医療に携わっておられる皆さん方に心から敬意を表します。あるいは私なんか、介護現場で働いておりますが、やはり休めません。休めないからは収入は減ることはない、あるいは、保育現場、福祉現場、こういったところも休めません。休めませんが収入は減ることはありません。しかし、大変と、別の意味での大変さがある。そういった大変さ、感染拡大予防に協力することへの大変さ、そういったところに報いるというためにも、収入が減った、住民税非課税、そういった人以外の
民全体に10万円以上、まあ、補償すると、とりあえず月10万円以上補償すると、こういったことがございます。必要ではないかというふうに思い次第であります。あるいは年金や生活保護の方でも外出自粛、まあ、馴染みのお店が閉まった、そういったことになればストレスが溜まってくるということもあるでしょう。おはようございます。思うように外出ができない、そういった意味では年金の方あるいは生活保護の方も、まあ、ストレスがかかってくるわけであります。まあ、生活保護の人の場合はお金を受け取るとその分減らされるという問題あります。これも特例法で所得から除外する、認定所得から給付金は除外する、まあ、こういったことでまず10万円上乗せできるようにする、これが今必要なことではないかというふうに思います。法律に一つ書き込めばいい、全ての法律での所得の概念からこの給付金は除くというふうにすると。おはようございます。国民一律で配ると、保証金を配ると、生活に困らないように配る、そして個別に困っている人、家がなくて困っている人には家を保証すると、学費負担が大変という方にも学費の減免をやっていく、個別にやっていくということが必要ではないかと思います。そして緊急事態宣言で一つ気になることがございます。緊急事態宣言になった場合、休業保障、おはようございます。コロナ関係で、休業保障と、休業し休業保障が出ている、そういった、方もおられるかもしれませんが、休業保障を、払わなくていいということになってしまいます。法律的には、緊急事態宣言が出た場合、会社が休業保障を働く人に支払わなくていいと、こういう見解を厚生労働省は出しております。ますますもってしっかりした保障、しっかりした国民全体への保障をしないと、緊急事態宣言が出たら休業保障が出なくなると、厚生労働省言っておりますので、しっかり保障をしていかないと、おはようございます。国民全体への保障というのはやっていかないと、生活に困る人が続出するということになってしまいます。生活に困る人、困ってその相手に感染が拡大するということにもなりかねません。緊急事態宣言によって休業補償、会社のせいじゃなくて国のせいだから、休業補償しなくていいという解釈になるそうであります。ざっくり言うと、したがってしっかりした補償を会社ではなくて、国がやるということにしないとこれは偉いことになります。緊急事態宣言、急いでやった場合には大混乱になるということにもなります。もちろん移動、旅行の自粛、こういったものはやむを得ない、外出の自粛もやむを得ないと思います。ただしっかりした保障をしなければ、例えば生活に困窮した若い人が例えばこの広島に帰省をしてくる、それによってまた感染が広がるということも想定されます。新幹線の中でもらってくるという場合も想定されます。イタリアで現実に起きたことです。若い人が都会から帰って、そして親に移してしまうというケースも考えられます。やはり今住んでいる場所でしっかりそこで留まってもなんとか暮らしていける、金と家住む場所、そういったものが保障される、そういった状況をしっかり作り出していく、国が作り出していくということであります。感染予防のためにはしっかりした生存権の保障、これが大事であります。感染予防のためにはしっかり生存権が、健康で文化的な生活が保障されなければ感染が拡大しかねないということになります。しっかりした保障なくして自粛なし、もちろん緊急事態宣言なんか保障がしっかりしなければとんでもない話であります。安倍総理の思いつきでの拙速は、これは避けるべきでありますし、野党の方も安倍総理拙速
というのではなくて、しっかりまず保障をする、健康で文化的な生活をしっかりできるように、感染拡大にならないようにする、そのための保障なくして自粛なしということを訴えたいというふうに思い次第であります。そして、病院病床削減も中止だ中止、オリンピックも戦争を中止だ中止、このことも訴えたいと思います。改めて、この場所で繰り返させていただいておりますが、今この大変な時に病院病床を削減する、そんな計画とんでもない話であります。あるいはオリンピック、このことも今こんなことを考えていては感染対策に身が入らんでしょう。オリンピックもとりあえず中止、来年だってできる保証はどこにもありません。そして世界各国、世界各国の政府、そして武装勢力にも申し上げたい、戦争をしている場合じゃありません。今は感染対策に全力投球をすべきである、このことをしっかり申し上げたい、そのように思う次第であります。五輪もオリンピックもオリパラも戦争も中止だ中止、その戦闘、日本もうこれはすっかり五輪も諦める、そしてまた中東に派兵している自衛隊も撤退して戦争をやめろと呼びかける先頭に立つ、平和憲法を持つ国日本の責務ではないか、そのように思う次第であります。そして病院、特に公立病院をはじめとする公務員をやたら、削減してきた、このツケが今回っております。特に大阪は回っております。橋本徹、元知事、市長も、認めてますと、自分が俺がやった改革のために今大変なことになっている、そういったことを言っております。まあ、ふざけるなと申し上げたいですが、とにかくそれが事実なわけであります。まあ、この広島県においても、保健所を減らしすぎたという問題があります。検査体制が非常に、不安であります。特にこの広島だけの北の方、山形郡とか秋田方市で、感染者が出てもその検査は廿日市の保健所でやらんといかん、検体は廿日市の保健所でやらんといかんという問題があります。おはようございます。本当に非常に手間がかかる、現場に負担がかかると、それによって検査が非常に滞るということにもなりかねません。やはり現場で命を守る、公務員、皆さんの生活を守る公務員はしっかり増やしていく、佐川さんみたいなとんでもない人は、高級官僚、悪事ばっかりある高級官僚は論外でありますが、しっかり地方の現場、各現場でしっかり、取り組んでおられる、命を守るための医療、あるいは衛生、そして教育、保育、介護、あるいは危機管理、防災、いろんな分野で頑張っておられる現場の公務員は、しかるべき待遇でしっかり保障していく、非正規で高い技術力を持ちながら、非正規でいらっしゃる、皆さん方もしっかり均等待遇、正規にしていく、こういったことも含めて、体制を整備していかなければならない。そういうふうに思い次第であります。おはようございます。広島3区から政権交代、佐藤秀一、本日は、この古市橋駅前、1945年8月6日、小説黒い雨の主人公静間重松が、被爆した後命からがら逃れて参った場所におきましてお訴えさせていただいております。お仕事、お勉強、今週も無理のない程度に、頑張ってください。お仕事、お勉強、今週も無理のない程度に頑張ってください。おはようございます。いってらっしゃいませ。本当に新型コロナ関係、政治の不手際もあって、皆さん方にストレスをかけてしまっているという状況もあります。本当にそういったものも含めて、おはようございます。いってらっしゃい。しっかり、していないという問題でストレスをかけているという問題もあります。皆さん方には本当に無理のない程度に、頑張っていただければと思います。本当に、疲れが溜まってくる、そういう場合もありますので、本当に無理のない程度に、頑張っていただければと思います。佐藤秀一、広島3区から政権交代、佐藤秀一、本日は、この古市橋駅前、1945年8月6日、小説
ですね、黒い闇の主人公静間重松が被爆した後、命からがら逃れてまいりました。この古市橋駅前におきまして、お訴えをさせていただいております。広島3区から政権交代目指してまいります。オリンピックも戦争も中止だ中止、病院病床削減も中止だ中止、そして補償なくして自粛なし、ましてや緊急事態宣言なんかとんでもありません。今のまま緊急事態宣言をすれば、それこそ会社が休業補償を支払わなくても済むということになってしまいます。しっかり国が補償するということなしに緊急事態宣言しても全く感染拡大意味がないどころか、生活困窮者が出て余計感染が拡大するということも想定されます。そのことを強く訴えいたしまして、この古市橋駅前における私佐藤修一の、2020年のお訴えをさせていただきました。ご通行中の皆様、そして、古市橋駅周辺の皆様、そして通勤通学途中の皆様、最後までご協力ご清聴誠にありがとうございました。本当に、今週もお越しください。